名鉄産業株式会社は名古屋鉄道の子会社である。主に駅売り店、テーマパーク事業、駅清掃などの業務を行っている。サンコス、サンクス、ファミリーマートエスタシオは主に名鉄の駅構内にある。駅構内の飲料、タバコ等の自動販売機の営業、飲食店のフランチャイジーでもある。独自ブランドであるサンコスのほか、かつて同社では、 駅店舗事業の販売部門として、フランチャイズ契約によるサンクスの営業も行っていた。サンクスアソシエーツより、サークル系サンクスとの2001年からの10年間の契約期間を満了し、2011年からは、サンコスと共に、順次、ファミリーマートとのフランチャイズ契約である、ファミリーマートエスタシオに蔵替えしている。名鉄のテーマパークのレストラン、売店などを運営している。 また、他にも、名古屋ドームの売店サンドラ邸の運営も、名鉄産業が行っている。金山駅のミュープラット金山などの運営を行っている。主要駅のプラットホームの清掃や、駅のトイレの清掃を行っている。愛知県内の一部のガソリンスタンドの運営を行っていたが2001年に撤退している。ありがとうございます。